皆さんこんにちは、ワンダルグルービッシュです。では今回はね、久しぶりになりますね、対抗立志伝5、こちらをプレイしていきたいと思っています。もう本当にいつぶりだろう、2、3年ぶりぐらいになるので、ちょっとねシステムとかノウハウもだいぶあやふやになってますので、ぜひ皆さんからねアドバイスとか、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなと思います。で今回プレイしていく人物はですね、もう画面出てますが、三井で、明智十兵衛三井でプレイの方をしていきたいと思います。で、今ですね、年齢22歳、1549年スタートのシナリオにしたと思います。道山に仕えて稲葉山城にいるという状態です。名声もね、全然溜まっていないという、本当に初期の三井なので、まさに今、大河ドラマ、麒麟が来るでね、出ている自由奔放、いろんなところに活発に動いている三井がね、ちょっとこの対抗立志伝の中でできればいいかなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。能力がご覧のようにさすがに超一級ですね。統率89、あとは政治関係もね高いという三井になっています。では始めていきましょう。はい。では、についてね、早速見ていきましょう。導入の部分ね、今ご覧いただいたと思うんですけども、まさに、麒麟が来るで、ここまで描かれていた内容がそのまま書かれているっていうね。今回のプロデューサーどなたなんですかね。もしかしたら対抗立志伝、ご覧になったというか、プレイしてたんじゃないかなっていうぐらいね、バチコーンとハマった内容でしたね。では、光秀なんですが、今、斎藤家に仕えている状態なので、まずはね、表情をこなしていくということになると思うんですけど、お金が全然ない。60巻しかないので、まあ、事実上何もできない、中、なんですが、まあ、せっかくなんで、ちょっと一旦京都あたりとかまで行ってみますか。光秀もね、実際に京都に行ったりしましたからね、大河ドラマの中で。表情までに戻ってくればいいでしょう。では今日の街に入り、まあ、金が60巻しかないからな、まあ、事実上何もできないし手合わせもしてもらえないんじゃないかなと思うんですが、吉岡憲法、吉岡憲法は吉岡流、そうだよね、武力100、いや吉岡憲法と戦って勝てる気がしない。バカボンドって今もまだ連載続いてるんですかね。ちょっともう途中から見なくなってしまったんですけど。清十郎、その父にあたる吉岡憲法ですね。手合わせ、いや、武芸指示。20日間で20巻か。いや、ここは早速、吉岡道場に入門書でも帰らなきゃ。何しに来たんだって話なんですけど、金を20巻使って、急いで美濃に戻りましょう。まだでも8日間あるか。そしたら武家宅をめぐっていこうかな。誰かいるかな。あと一応ですね、藤田伝吾と菊丸だけ、新規武将で登録しました。両名がいなかったので。じゃあちょっと菊丸、岡村のところに行きましょう。岡村。ちょっと今ね、岡村実は大河ドラマの中では忍者っぽい動きになってますけど、もともと、なんか百姓面でね、出てたので、一旦キャラクターは百姓的な絵にしました。こんな感じですね。ちょっとじゃあ岡村のところに行こう。明智殿。いや、十兵衛様って呼ばなきゃね、ここは。手合わせを願おう。
岡村、お前は本当は忍者だろう。断られた。まあそうだよな。断られるよね。じゃあ、あと藤田伝吾もね、一応こんな感じで作ってあります。その他気になる武将、不破のおじ、おじき。まあ、能力的にはやっぱり光秀に比べると、ちょっと劣るかなっていう感じですね。あとはじゃあ、義辰のところに行きますか。義辰ってもう一貫してこの猛将型、猪突型の顔立ちになってますよね。まあ、これ、信長の野望に通ずる同じ光栄のゲームなので、まあ当然そうなのかもしれないですが、統率70。道三の長男。まあ信長と対立したと。もうここもね、今大河ドラマ、麒麟が来るの中で書かれている内容に近い内容ですね。さあ、では自宅に帰りましょう。ひろこちゃんがね、前回の大河ドラマかなんかで出てきましたよね、ついにね。鈴木、違う、木村文乃さんがね、ひろこ役で出てきていましたけど。妻と話そう。二人で分かち合ってまいりましょう。金庫は？出金。金庫は空っぽです。金がなさすぎる。じゃあ、ここはちょっともう表情まで進み、家でゴロ寝しましょう。表情まで。さあ、では表情に向かいます。途上。動産。さて、大方針は国の統一。戦略は守備。方針は内政。ここは方針に意見だ。軍備を整えよう。ここは却下されたな。森吉成め。早速、この動産を。光秀を。ないがしろにする気だな。そうだな。ここはじゃあ、治安向上を買って出ましょう。まずは。さて、治安の向上を早速実行します。野党退治だ。光秀って確か鉄砲装備してた。そうだよね。鉄砲持ってるよね。鉄砲持ってるので、鉄砲による正射だ。なんか懐かしいな、この画面がすでに。下がりながら、鉄砲で撃ち殺す。さすがよ、光秀。鉄砲の名手。何？この近距離で 近距離で刀で切りつけられて、避ける。秘技を使ってきた剛力。うわ、なんか懐かしいなぁ、この辺ね。ブハッ、切られた。ここは距離を取って、一人ずつ撃ち殺していかねばならん。なんか、角に追い詰められそうだけどね、このまま。逃げていっても。何？かわされた！距離を詰められるぞ。タコ殴りにされる。致命傷を負った。強え、剛力とか言って。まずい。このままでは死ぬぞ。マジか。ちょっとまずいな。なんとしてもここは、しっかり対応して、動産の信頼を勝ち取りたいのに、距離を取る。よし。剛力持ち、強え。切りつけられるぞ、この距離。ぐは。
一撃で仕留められなかったの痛いな。死ね。なんとかかわした。マジか。ガチで強えな。なんとしても逃げ切らないと。よし、こんだけ距離があれば大丈夫だ。このまま距離を取り続けて。撃つ。何かわされた。いや、この至近距離で鉄砲をかわすって相当だぞ、まずい。ここは殺される。で、は死んだ。まあ、死にはしないですよね。金がむしり取られるとかそういう感じだったと思う。いやー、ここはちょっと一旦自宅で休養するしかないよ、体力回復するまで。金をむしり取られた。いやー、十兵衛いきなり失態を演じたな。危なかったね。刀傷を負って死ぬところでしたけど、ここはなんとかこの汚名を挽回しましょう。さて、どうするかな。いや、使命終わってないんだよ。怒られてしまった。もうね、お金もないし、何もすることないわ。今日は、じゃあちょっと終わりの方まで足を運びましょう。十兵衛もね、たびたび終わり、清須名古屋に潜入してましたもんね。清須の町にじゃあ入りましょう。まあ、金がないからね、どうすることもできないですけど。何？物騒な事件が起きた。広忠様が家臣に殺された。これね、広忠じゃなくて、大河ドラマ麒麟が来るの中では信長が放った刺客が殺したっていうシナリオになってましたね。これで竹千代がで人質交換になるという話になってますからね、大河ドラマ中では。あ、そうですね。ここで信秀の子、信広を、人質交換に使うという、まさにここも、麒麟が来るの通りだな。いや、貴重な情報を入手したよ。ともなれば、この貴重な情報をもたらしたらさ、普通に考えたら、よくやった、十兵衛っていうね、道さんの声があっても良さそうなんですけど、まあ、金がなさすぎる。何もできない。いや、金がないわ。金がない。家に帰ってふて寝しよう。金がなさすぎる。やっぱね、木村文乃ちゃんの元にも帰って膝枕してもらおう。それが一番だな。金がないからね、もう0円っていう状態なんで。ふてね。これはまた新たな光秀物語が始まりそうだな。いきなりやられたからな。装備をちょっと鉄砲から変えてもいいかな。論外。成果は論外。さて、今回は軍備でいい。何も言わない。そして私は
今度こそ治安維持したかった。どうしようかな。徴兵を応接かを。では徴兵していきます。さあ徴兵だ、まあ、金銭を払おう。普通に考えて2800貫、だは3000貫きっちり払わなきゃダメか。967人か。金はないから何もできないな。ちょっと武勇を高めてこないとダメだな。武者修行の旅に出ましょうか。その前に文野ちゃんのところで体力を回復。ではちょっとね、徴兵の報告をするまで時間があるので武者修行の旅に出ましょう。いや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 、ちょっとね、信秀のところに来たんですけど、明智殿ではござらぬかって普通にお目取りが叶ってしまいましたね。拙者に何の用でござるか。まあ、手合わせかな。まあそうだよね。まあ、信秀は信長の父ですね。いや、統率84、武力79、強えな。まあ、お金をちょっとくださいって言いたいんだけどな。連兵所、あ、そうか、もうこの時点で、織田家とは同盟があるんですね。機長が腰入れした後なので、まあ特に何のこともなく入れるという状態かな。稲葉山城に戻って早めに道さんに報告するか。ちょっと気が進まないけどね。途上します。あ、58上がったね。これがいい結果を招くかどうかというのはまたちょっと別問題ですけどね。というわけでね、ちょっと今回はまだ何もできてないというか、いきなり、野党との戦いに敗れ、治安をむしろ悪化させてしまった光秀なんですけども、まあ、久しぶりにね、こんな感じで、太閤立神殿やっていこうかなというふうに思ってますんで、ちょっと大河ドラマにすごく似てきていて、これはこれで面白いかなと、個人的には思ってますので、ぜひぜひ、皆さんもね、この太閤立神殿の中の明智十兵衛光秀を応援していただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、また次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。